にちは、川田です。朝会始めます。8月12日、月曜バージョンです。このコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をご紹介します。それで、これで今、スライドが見えてますよね。右肩に私の中ね、このボックスがあるんですけど、この景色方わかんない。で、ご容赦くださいということです。で、先週は随分乱高下しましたよね。で、ただし、SP500、アメリカ株式に限ればですね、夏の下落はですね、あれっぽっちでおしまいなのかと、こういう疑問を持ってやってみたいと思います。人生豊かやっております。それから朝練やっております。お盆ですけども、やります。明日は休みですけど、メルマガやります。メディアはですね、今週火曜日にですね、日経 CNBC のスタジオに行ってまいります。そして、ストーブは、今週ではないかですね。それから主要指数ですけども、結果的にね、これ、ポイントはね、SP500 はほぼフラット、ナスダック100は若干のプラス、ソックスもプラス、あとの主要指数は若干マイナスですよね。で、月初ですけども、8月のですね、月初はずいぶん売られました。ただ、アメリカに限ればですね、木金と反発しておるということで、こういう結果になっております。年初来では、まだしっかり12%も SP500 はプラスだし、ナスダック100は10%プラス、半導体指数も12.8%プラスということになることです。で、5344が SP です。そしてスタイル別ではですね、ここら辺どうですか？その中小型はやっぱりダメなんじゃないですか？ほら、小型株、これですよね。業種別ではですね、まちまちですよね。高かったのは資本材、そういうところです。そしてこれはですね、SP500 とナスダック100、私が手元でつけているデータですが、これは何を言ってるかというと、今年はですね、SP500 の上昇率がナスダック100よりも高い、珍しいわけじゃないけども、2005年もそうだった、6年もそうだった、8年は下落率がちっちゃかったと。こういう感じでやっていきます。ただしですね、私が統計を取って、記録をつけてるですね、2005年からの上昇率では、ナスダック SP500 はですね、正直、4倍ぐらいになってるということですよね。一方ですね、ナスダック100はですね、10倍強になってるという、こういう事実があります。そしてドル円はですね、2005年に私が投資を始めたときは、102円の48銭。今、147円ですか。ですから、4割南部上がってるわけですよね。ドル建てでですね、ということです。で、これはですね、直近相場下がって木金上がりましたけども、SP500 でいくと5344、ナスダック100が18513。これは一体いつ頃の話かというと、6月10日ぐらいが SP500、5月の中旬がですね、ナスダック100と。ここら辺まで売られた、もしくは売られたものが戻ったというふうに読みます。で、これが SP500 のですね、2022年からですが、直近高値の7月16日から5.7%下がった段階です。そしてこれは直近でこう拡大しますと、6月、う、あ、これ間ち、えっと、6月7日にですね、これ間違いですね、失礼しました。8月7日ですね、6じゃなくて8。が5199まで下がったんですよね。それでこれは8.3%マイナスだった。それが今5.7%マイナスにまで縮まってる。だから冒頭申し上げた、このあれっぽっちでいいのかじゃないんですけども、10%下がってなかったんですよね。ただし、円建てではですね、1557で見ますと、瞬間最大18.7%も下がってますんで、これ円高ありましたからね。なので、円で、体感温度といいますか、資産はですね、円で、感じておられる方が多いと思うので、2割近くも減っちゃったというふうなことが、感じておられる方が多いかと思います。一方ですね、年初はですね、昨年末はですね、SP500 の、円建て、東証の1557は6万7450円だったんですよね。で、今7万8000円ですから、そんなに、随分まだ儲かってますよね、ということです。で、去年と今年のマーケットがですね、SP500 に限ればですね、随分似てるというのは7月下旬まででしたと。
その後ですね、今年はまあ16日ですか、11日、16日を境にですね、下げてるわけなんですよね。ただ一方ですね、昨年の SP500 も9月、10月12日でしたっけ、まで下げてますので、まあ、あとはだから、これもトレンドもこう似てるとすれば、深さですよね。あとどれくらい深掘りするのかと。私はもうひょっとしてこれで深掘りしなかったら、それもなんか物足りないなと。だからこう来て、もう一回こうグッと押してくれた方が、この反発が、まあ、確信できるというふうにも思ってますけども、ただ実際下がると、気持ちが悪いというのは今回も経験された方が多いんじゃないかと思います。で、まあ、これが去年のこういう格好だった。で、ナスダック100ですが、この対数で見るとこうなってるんですよね。で、これはですね、直近、まあ、過去5年ですけども、まあ、今回10.5%下落のところまで、まあ、戻ってるという格好です。最大13.6%下がったわけですよね。で、それが10.5%まで戻ってる。まあ、今年の春にですね、7.1%下がったところありますから、まあ、下がってはいるんですけども、ドル建てで見るとですね、そんな変なことが起こってるわけでもないということです。円建てではこうです。そして円建てはですね、1545で追いかけますと、26%ぐらい瞬間で下がっております。で、これがですね、999、ナスダック100にもですね、均等加重の ETF がありまして、これが 999E、まあ、ディレクションっていう運用会社から出てるんですけども、これがですね、8月、2021年の8月ぐらいの水準まで、まあ、売られたわけです。まあ、もちろん値上がりも少なかったんですけども、時価総額ウェイトはこんな感じでずいぶん上がりました。ただ、これもですね、もう一発こう来るとですね、2021年の秋口、夏ぐらいの高値にまで届いてしまうぐらいですね、やっぱり下がり、乱高下激しいですよね。で、一方ですね、これの 999E はですね、3年前との水準と変わらないということですから、まあ、やっぱり投資、ナスダック銘柄のを投資している方でもですね、そんなに上がったと喜んでいるのは、まあ、トップの銘柄を買っている方ばっかしだという事実です。で、あとはですね、これは、まあ、M7 の過去1週間ですと、まあ、メタがしっかりしているということです。Google はそれほどでもないと。年初来では、NVIDIA ですけども、NVIDIA は、まあ、先週は上がりましたよね。なんで、まあ、テスラがまだ調子悪いという格好です。で、これが VGT、ハイテクの ETF ですけども、まあ、これ下がって、まあ、こんな感じです。で、SP との比較では、999との比較ではですね、ここそんな変わらないんですよね。はい。で、これが半導体指数ですけども、一時25%下がって、それが、まあ、急騰した結果、高値から20%、20.2%安まで、まあ、下げを縮めてる。まあ、いずれにそれでもですね、7月10日のですね、5904からは2割も下がってる格好です。ただ、この上げ方を見るとですね、奪っちゃいけませんと。乱高下はつきものということですね。で、半導体指数を SP500 で割ればですね、こんな感じで半導体指数が不利になった。ただそれまで随分良かった。でもこれ見ますと、やっぱり2022年、21年のこの夏頃です。秋口にかけてのですね、ここまで縮まってるっていうことですんで、半導体指数上がったって言いながらですね、タイミングを間違うと、ボラだけでかくてですね、SP500 を買ってんのと変わらなかったというようなことを感じる人もいるわけなんですよね。半導体、VIX 指数はですね、5.8%、まあ、20.36まで縮んできますから、まあ、将来の変動率は相当少なくなってる。まあ、そういうことを表しています。それして、これは10年、2年の金利ですけども、まあ、10年債4%弱なんですよね、これ。2年債も、まあ、4.05です。で、イールドギャップはですね、これが正常に戻ると株価下落、リセッション入りということを言ってたんですけども、まあ、先週に限ればちょっと、まあ、深掘り、まあ、でも本来ならば純イールドが当たり前なんで、これをずっと逆イールドのままっていうのも変ですよね。で、これ10年3ヶ月はこんな感じです。そして、まあ、これ、まあいいや。で、今週はですね、
8月14日に CPI が出ます。15日が小売りだっけな。で、9月の18日が FOMC というビッグイベントになります。で、CME のフェドウォッチ見てると、9月の0.5%利下げというのはですね、ここちょっと縮んだんですよね。株価が後半上がったからだと思いますね。ここに、0.25下げがありまして、ここが0.5下げの確率を織り込んでるという格好です。で、過去にですね、0.5%も下げる。1回でですね。どういうことっていうことになりますと、今、我々が感じてる危機というかが、混乱状態からよりと比べると、もっともっとでかいんですよね。98年のではポツンと下げたのかな。ここと、あと、IT バブル、それからその後のまた IT バブルの深追い、そして金融危機、そしてコロナと、こういうふうにこうあるんですよね、ポツゴ。で、これ見ますと、ロシア危機、25ベーシスの利下げを実施したわずか2週間後に政策金利をさらにポツ25を下げたというのが98年です。で、ドットコムバブル崩壊はですね、0.5の緊急利下げを2回実施ということですよね。で、9-11では0.5の利下げを決めて、市場機能が回復するまで金融市場に異例の大量資金供給を続けると表明した。そして、リーマンですね。これはですね、125ベーシス、10月初旬に0.5の利下げなど、他の中央銀行と協調行動に踏み切り、うんぬんうんぬんと。あとはコロナはですね、ポツゴを下げて、その後2週間も経たないうちにさらに1%下げたっていう、本当に機動的にこういうことができるということですよね。日本はそののりしろがない分だけ機動性が失われているということはよく言われております。ということで、これがポツ5以上下げたというところなんですけども、それに比べると今回はですね、全く普通じゃんというようなことなんですよね。これは同じことをですね、バロンズの6番のコラムでも書いてましたんで、こういうことに書いてみました。で、ここに、これはちょっと間違いかな。あと、話題になっているサームルールね。直近3ヶ月の平均失業率が過去1年の最低値を0.5ポイント上回れば、経験則的に景気後退がもう始まっているというようなことらしいんですよね。だけども、今回はどうでしょうというようなことを言う人がまた出てきました。こういうルールに絶対はないですから、結果、後では見ないと分かりません。あと、パウエルさんがですね、叩かれ役で有能ぶりを発揮。彼はですね、トランプさんから、随分な言われ方をしてるんですけども、ただ、淡々と仕事のふりしてる人が彼の評価を高めてるということです。あと、トランプ前大統領はですね、中央銀行の機能をですね、政府のもとに持ってこいというようなことを最近吠えてるんですよね。で、これに対してですね、サマーズ氏は元財務長官ですが、愕然としていると、金融政策に大統領の発言権を求める愚か者と、なんていうんですかね、ストゥーピッドって言ったのかどうか知りませんけども、トランプさんの発言聞いてると、めちゃくちゃになってきましたね。焦りなのか自信なのか分かりませんがということです。あと、実質金利、こういうところ、少し上がってる。で、5年の実質金利。で、GDP Now。これが8月8日に発表時点では第3クォーターはですね、2.9%なんですよね。で、8月15日にはこんな感じに改定されますと。で、住宅ローンはですね、これ急落したんですよね。急落って言ってもまだ6.47ですから、やっと家が買いやすくなったと見るべきなのか、それくらい景気がスローダウンしていると見るべきなのかというようなことで、ただこれ変化出てます。一方で、AAII。全米個人投資家協会はですね、まだ強気ですけども、少しもちろん株価下落した分だけですね、不和雷動型の中心指標ですから、少し落ち着くわけですよね。で、ガソリンはですね、これ少し下げてるんですけども、夏場はこの後典型的にはですね、下がる時期なんですが、そんなにまだ大きくは動いてないです。で、ドル指数は103.154、ここもあんまり動いてないんですよね。これがブレントですけども、少し上がりましたかね。で、これが銅ですけど、銅はね、こうずっとダラダラダラと割と下を向いてるんですよね。
で、これ主要指数です。このソックスがです。それから過去1年では小型株のラッセルが強い。過去主要指数では、まあ、こんな感じなんですよね。ダウと小型株が、まあ、依然と結果的にはですね、出遅れてるという格好です。過去1年でも出遅れてますね。で、これは、これは、主要国ですか。まあ、日本がドル建てではですね、株価は下がりましたけども、まあ、後半ありました。で、円高もありますから、2.85、ジャーマンと一緒ぐらいですよね。で、過去1年では欧州と日本は団子です。で、これがセクター別ですけども、まあ、先週に限れば、情報技術が上がってる、ユーティリティが下がった。それから過去1ヶ月だとユーティリティがその前は上がってたんですよね。その前は情報技術の下落が非常に激しかったと、過去1ヶ月ではですね。で、年初来ではですね、コミュニケーションサービスとユーティリティ。まあ、本来ここにハイテクがいたんですが、まあ、ここにユーティリティが年初来ではおります。で、過去1年ではここにやっぱりほらハイテクがいるじゃないですかね。はい。で、これはですね、世界の主要指数をですね、見ますと、これはアメリカ中心なんですけども、ここを見ますと、日本はですね、先週が1.11%ドル建てで上がりまして、7月以降はまあ4%強ドル建てで下がっていると。年初来では2.68ということです。まあ、あとフランス、ドイツと比べる、そしてアメリカと比べるというのがこの指標の使い方かと思います。あとの主要指数、株式市場というのはね、参考にならないんですよね。まあ、インドはどうかっていうのはあるんですけども、インディアは先週マイナスで年初来14.3%ということです。ドル建てですね。で、まあ、こんな格好です。で、これはですね、SP500 を任意の、まあ、3ヶ月持って売ると、どういうリターンが得られたかということを最近ご紹介してまして、まあ、もう8月の中旬に入ろうかというところなんで、過去25年の中央値ではですね、まあ、3ヶ月で4%ぐらい上がってる。まあ、一番パフォーマンスが良くなる時期に差し掛かる前なんですよね。ですから、3ヶ月持って投げた場合に、パフォーマンスが悪いっていうのは、もう今から1ヶ月前ほどの出来事だったということなんですよね。ここからは10月6日のベスト3ヶ月に向けて上がっていって、その後はだんだんとパフォーマンスが、まあ、緩やかに悪くなるという格好です。で、これはダウはですね、8月、9月悪いよということを言っております。大統領サイクルで今年はまあ悪くはないということです。ストラテジスト予想は、まあ、これ、6000がやるでにもそうなんですけども、強い方ですけども、今、5344ですから、まあ、ここから1割以上ありますよね。で、これは大統領選挙。先ほどトランプさんのこと言いましたですけどもね、これ本当に、これあるポール、これ、ザ・ラインズっていう、まあ、調査機関でですね、トランプの当選確率がですね、ずいぶん下がってるんですよね。一方、ハリスさんが、まあ、上がってると。まあ、このままで終わるわけじゃない。当然ないんですが、まあ、これが今の瞬間風速。まあ、ただ、どこを切り取ってるかっていうことで、まあ、ずいぶん違いますけどね。で、これがですね、8月9日。これがほら、8月1日でしょ。で、これがトランプが50だったのが、46になってるんですよね。ここでまたですね、ハリスさんがもうぐっと差をつけてる。これは、優位な差っていうのかどうか分かりませんけどね。はい。で、これ、コラノビッチっていうストラテジストいたのもう覚えてますか？ JP モルガンの有名な、曲がり屋ですよね、日本語で言うと。ずいぶん逆のことばっかし言ってですね、退社を迫られて、結局、会社を出ざるを得なかったっていう人です。で、彼が、会社を辞めてからですね、株価急落しまして、やっぱり2000年の IT バブルの頃に見たデジャブ、既視感と似てるというような、まあ、その時も数名の著名ストラテジストが弱気をぶってましたんで、折れなくなった。それにコラノビッチと似てるんじゃないかということなんですけど、まあ、でも違いますよ。アメリカはそんな調整してないですからね。コラノビッチはもう4800だとは言って、ずっと聞かなかったんですからね。まあ、もちろん、この後下がって4800になるかもしれないけど、年末。ちょっと、まあ、実際、まあ、出てしまったという格好ですよね。バロンズは、またまたいい記事がありまして、1番、2番はですね、先週のマーケットの急騰、急落を受けた、まあ、記事ですね。
あとは3番がロボアド、それから4番がですね、テスラ、イーロン・マスクの巨額報酬、8兆円でしたっけ、日本円にすると9兆円近いのかな。それから、これは8番はアポログローバルっていう、PE 会社のストラテジストです。それから、これと金融政策と株式市場、これは先ほど申し上げた0.5%の金融政策、もし利下げをすると、それはどういう場合かというようなことです。あと、Google、アルファベットですね、これが独禁法で今訴えられてますけど、これはですね、実際のルーザー、会社はですね、Apple ではないかというようなことなんですよね。この記事はですね、難しいんですけどね、読んどいてもらって損はない記事だと思います。あと、エコノミストのエドワード・ヤルデにですね、長年ウォール街に君臨する独立系ストラテジストの、中心人物ということで、万年強気、ただし、だから概ね正しいという人です。で、中古型がこれからいいよという記事が1番で出てました。それから、これは先ほど見せたセクター。で、マグズっていうのはですね、M7 に投資するETF ですよね。これ随分、歴史は浅い ETF なんですけども、随分、オーバーウェイト、オーバー、あの、割り勝ち、SP500 には、買ってまして、その後急落、負けてるという格好です。先週、急騰してる。つまり、急速に M7 が戻してるという格好ですよね。これがエドワード・ヤルデニっていうおじさんで、コーネル大学ってわかりますか？イサカっていうニューヨーク州の北の方にある。あそこをですね、最優等で出て、その後イェールで、博士号まで、で、ジェームズ・トービンというですね、著名なノーベル経済学賞の下で学んだという、もう今やウォール街の伝説に近いような人ですかね。毎日のようにとは言いませんが、この CNBC によく出てまいります。で、映画の評論家としても有名なんですよね。アメリカはですね、こういう人がですね、ものすごい大成功する余地がある。それだけ、市場に対するリスペクト、それから独立系の、ストラテジストに対するリスペクトがあるからですね、こういう職業が成り立つんだと思うんですよね。で、今週はですね、これは CPI ですよね。あと、小売りはホームデポだとか、決算はホームデポ、シスコシステムズ、AMAT、それからウォルマートですよね。こういうところが出てまいります。ということです。あと15日、アメリカの小売り。あと22日、24日、ジャクソンホールですよね。以上です。こんなところです。どうもありがとうございました。失礼します。